さて、ここから数週間映画スタジオを作っていきたいと思います。マインクラフトの方がですね、しばらく聖地だけの動画になりそうだったので、何か面白いゲームがないかなと探していたところ、見つけたゲームですね。というわけで早速映画作っていきましょう。これでいいのかな。まずは会社の名前を決めるみたいですね。早速会社を作っていきましょう。ノンフィルムズ、ノン太郎社長ということで始めていきたいと思います。すごいな、綺麗ですね。ここがスタジオかな。藤子ムビコさん、はじめまして。はい、こちらこそよろしくお願いします。名作をね、ぜひ作っていきましょう。あれは本社だったんですね。おっと、スタジオをまだ持っていません。これお金かかるんですかね。お、贈呈いただきました。会長ありがとうございます。すごい立派、いただいちゃいましたね。あ、なるほどなるほど、ここに建てられるんですかね。あ、ロケ地を発掘、なんかいろいろ建てられそうですね。まずは本社の隣にしましょうか。佐久本チョコサブロさん。名前が独特。お願いします。はい、すごい勢いで立っていきますね。あ、なるほど、やはりいろいろ立てていけそうなんですね。監督を決めて映画制作、監督はどこ、あ、ここかな。これ操作難しいな。おー、カリスマが、いやこれ一人しかいないですよね、この能力値を見ると。あ、なるほど、こうやって見れるんですね。あ、まあ、学生時代からねスマホで映画を撮っていたサンタンダさんにお願いしましょう。早速映画を、これ難しい、このカーソル合わせるの難しいですね。よいしょ、おー、すごい、第一作目のジャンル、これだけなんですね。まずは話題と人気でいきましょうか。SF 映画かな。まず第一作目のジャンルは SF 映画でいきましょう。ちょっと高いですけどね。はい、SF 映画でいきましょう。内容、あ、なるほどね。SF 映画と合いそうな内容。あー、これ全部話題と人気は一緒なんですね。期間が長いか短いか、短いのでいきたいですね。
SF 映画か。SF 映画、妄想世界で行ってみましょうか。あ、宣伝もできるんですね。お金がないんで発表会だけやりましょうかね。はい、これで OK なのかな。あとタイトルを決めなきゃいけないんですかね。あとやることないですよね。たらタイトルを決めていきましょう。SF 映画妄想世界ということで、タイトルは宇宙の向こう側にしました。これ宣伝とかもう少しかけた方がいいんですかね。いや高いな。まあ1本目なのでこれでいきましょうかね。はい、そしたら、あ、まだ続きがあった。これ内容とかも迷いますね。まあでも名前決めてしまったんでこれでいきましょう。あ、主演を決めるんですね。なるほど。あ、お金ここでもかかるのか。いやいやいや、こんなにお金ないですね。B クラスも高いんですかね。いや高いな。これでやっと300万ぐらいですね。あ、ここら辺からなんとなく手が出せそうな。あ、お笑い芸人。あと5回コストゼロで使えるんですかね。いや1本目なんでちょっとコストは低めでいきましょうかね。踊山渡さんお願いします。いや F クラスでも相沢心さんにお願いしましょうかね。1本目なんでね、あまりちょっとお金をかけずに行きたいと思います。おお、早速マスコミが一社。効果薄そうです。薄いんですね。あ、でもファンが増えましたね。子供ばかりお、制作開始いきましょう。必ずやそれなりの作品になることがあって、それなりなんですね。あ、すごいすごい。早速スタジオで、おお、あんまりいい組み合わせじゃなかった。ちょっと悲しいですね。1本目。はい、制作が開始されました。この右側でいろいろ出てくるんですね。なんかびっくりマークが。お、脚本家の方ですね。お、なるほど。こうやって埋まっていくんですね。
頑張ったのか。面白いですね。でもこうやって映画を作っていくんですね。ロケ地を選びましょう。あ、なるほど、こうやってロケ地を選ぶんですね。相性がいいとこがいいですよね。まあ無難なとこでしょう。今回はね SF なんで、ちょっと山で撮っていきましょうかね。なるほどね、面白い。こうやって映画撮っていくんですね。あー、なるほど、維持費もかかるんですね。なるほどなるほど、夏になりましたね。作曲してますね今。これは何ができるんだろう。お、びっくりマーク来ましたね。ひらめいた。お、すごいすごい。やっぱりね、音楽も大事ですもんね、映画には。お、まだまだ行くんですね、すごい。いや、頑張りましたね。こうやって映画ができていくんですね。あ、映画の内容もこんな風に見れるんですね。いや、音楽すごいな。おお、あ、ここでもタイトル決められるんですね。まあ SF 映画の妄想世界なんでね、宇宙の向こうに行ってもらいましょう。いや、音楽すごいいい映画になりそうですね、これ。話題性とか人気はちょっとないですが、まあ1本目なんでね。ただ年配男性なんですね。ファンは子供だったと思うんですけどね。ここでいろいろ見れるんですかね。なるほど、音楽と演技とキャラクターで勝負する映画ですね。こうやってレベルも上がっていくんですね。なるほどなるほど。で、能力を上げていく感じですかね。お、映画雑誌記者。おお、9点高いんじゃないですかって。これ100点満点か。1人25点9点っていやー、不安でしかないですね。あ、でも13期上映期間ありますね。そうですね、この初日がやっぱり大事ですもんね。497人、これは多いのかな。そうですね、どこまで伸びていくか。いろいろこう連絡来るんですね。おお、1000人達成。あ、どんどん増えてますね。これでメールが見れるのかな。あ、なるほどなるほど。
いろいろもらえるみたいですね。おお、ランキングがな、すごいな。501位か、まだまだですね。なるほど、でもなんとなく分かってきましたね。これで次回作いける感じですかね。次何でいきましょうかね。もう SFA が一回撮ったんでね、別のジャンルでいきたいですよね。ファミリーでいってみましょうか。あ、すごい、お任せ、お任せ、お任せいいですね。なんかお任せにして名前決めていくだけでもいいかもしれないですね。今回はロードムービーの普通の日常でいってみましょうか。あ、お任せ押すと何回でも決めてくれるんですね。ファミリー映画の中学生たち難しそう。まあでもせっかくね、お任せで来たんで、これで作ってみましょうかね。ファミリー映画中学生たちということで、青い春これタイトル決めるの面白いですね。まあ、今回はね、女性を主演にしていきたいと思います。新しい人増えてますね。うん、1本目作ってまだ収入もないんでね、今回も踊り山渉さんと心さんで作っていきましょうかね。まあこれぐらいだったらね、使ってみてもいいんですけどね、ちょっとまだ1、2本目なので。どっちがいいのかな、主演。いや、今回は心さんでいきましょう。で、こう脇役にね、渉さんにお願いして、はい、どんぐらいいくんだろうな。話題性と人気がボロボロですけど、やっぱりマスコミは一社しか来てくれないんですね。あ、でもファンは着実に、なんか子供ばかりファンが増えてますけど、ファンは確実に増えていますね。お、今回はどうでしょう。お任せにしたんでね、そんな悪いことはないと思うんですが、なかなかの組み合わせですね。あ、なるほど、営業に行って監督能力を高められるんですね。監督から相談があるようです。映画の方向性、主人公の役は何にしようかな。ファミリー映画で犬ってあります最弱とか最強とか、なんか格闘っぽいですけどね。ど真面目かな。犬ってなんだろう。主人公一応女優さんですからね。はい、ど真面目でいきましょう。監督を営業に、監督を選べばいいのかな。あ、なるほど、脚本の
ターンですね。お、今回いいですね、脚本家さん。2000人達成したのでご褒美が、あ、嬉しいですね。お金もらえるの嬉しいな。いやー、ありがたいですね。お、なるほど、講演もいただいて。あれですね、増えてくんですね、いろいろ。おー、温泉いいな。温泉近くにあるのいいですね。エリアを一回拡張すればいいんですね。おお、498。なるほどなるほど。あ、だいぶお金入りましたね。あ、でも全然プラスじゃない。映画館も提携できるんですね。なんかいろいろやれることが多くて、映画撮ってる間に何かやろうとするとこの制作のね選択が、まあ、相性がいいとこでいきましょうか。今回は海辺ということで、なんか青春っぽいですね。ファミリー青春映画。お、なかなかいいんじゃないですか今回。あ、公開終了になりました。宇宙の向こう側、2900人。だいぶファン層がばらけてきましたね。ロケ地の知名度、あ、ロケ地も知名度が上がるとなんか変わるんですかね。ランクアップ条件、全国いい映画協会のランクアップが、ランクがあるんですね。あ、なるほどなるほど、映画を撮ればいいのかな。あと動員数がもうちょっとって感じですかね。はい、無事に完成しましたね。メニューって何があるんですかね。あ、こんな風に見れるんですね、いろいろ。あ、これが映画館との提携ってやつですかね。いやー、お金ないんだよな。でもやっぱりね、こう上映してくれるところが増えると動員数も増えると思うんですよね。そうですね、お金を貯めて作っていきたいですね。スタッフが楽しむ場所なんですね、公園。公園ぐらい建てといてあげましょうかね。ちょっとね、スタッフの息抜き大事ですもんね。公園はそんなに早く建たないんですね。トロフィーとかもあるんですね。何をやっていいのかが、なるほど、演技75以上、はい、頑張ります。
なるほどなるほど。いや、なんかこれやることいっぱいあって大変ですね。あ、タイトルもお任せできるんですね。はい。さあ、2作品目、青い春、どうでしょう。いや、これレベル上げるのも大変ですね。いやー低いなー、19点しかもらえなかった。はい、13期。あれ、前回よりも、前回と同じくらいかな。でも前回よりも初週多いですね。いやー、このなんか操作にまず慣れないと。なかなか進めらんなそうですがでもすごいですね、こう。これで営業やるんですね。監督で営業ができる。なるほどなるほど。楽曲、あ、楽曲提供とかって人気とカリスマが伸びるんですね。あ、ここで才能を伸ばしていくんですね、きっと。あ、経験値ももらえましたね。おお、お金ももらえる。あれですね、ここでお金を、映画を作ってお金を稼ぐんじゃなくて、営業でお金を稼いでもらうというね。あ、ここでスキルもあるのか。ああ、なるほど。監督向けのスキルだったりとか、裏方向けのスキルだったりとか、いろいろあるんですね。60も使うのか。監督向けにしときましょうかね。よし、これで人気も上がったことでしょう。あ、なるほど、こうやってどんどん成長させていくんですね。面白いですね。あ、冬が終わりましたね。ロケ地の発掘、はい。ロケ地もこうやって広げていくんですね。なるほどなるほど。もう少しね、操作に慣れていくと、もうちょっとスムーズにできそうですね。ランクアップ条件、あ、ランクアップ条件満たしましたね。ビギナーになりました。今まではあれだったんですね、趣味の映画作りだったんですね。あ、すごいすごい、こんなに内容もらえるんですね。なるほど。もう終わっちゃったんだ、公開。あ、でも新記録ですね、興行収入。着実にファンが増えてますね。次のランクアップ条件は厳しいですね。まあ、コツコツやっていきましょう。お、2年目突入ですね。今年もよろしくお願いします。というわけで、今回は映画スタジオを作る
映画スタジオ物語第1話お送りしてきました。今後ちょっとね数週間、この映画作りをしてからまたマインクラフトの方をね、政治が終わった状態で、続きを始めていけたらなと思いますので、映画を作る間もぜひ遊びに来てくれたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。